IS で。これちょっと今日は V8。 いやいや、このバイステーション隠し部屋、これはいいぞ。機嫌線はすごくいい。やばい、いいぞこれ。ねえ、ハンドリングめちゃいいわ。こういう車が存在することが嬉しいね。本当そうですね。他にないならここに来い、車選び .com。 本日の車選び .com は、皆さんオープニング取られちゃいました。君は誰だ。はい、10月に入りました。アイズに所属しております、小塚玲です。よろしくお願いします。だってだそうです。だってはい、ちょっと微妙にぎこちない感じがいいですね。よく笑うね。で、今日は今日は何て言ってるんですか。こちら、IS です。 IS、そうです、はい、レクサス IS なんですけど、ね、IS V8 でしょ。そうです、 IS500。 この時代に V8 だよ。そうなんですよ。いや、トヨタはいいね。トヨタね、そう、偉いね。余力が、今ね、ヨーロッパとか、まあ、日本でもいろいろこう企業の平均燃費がうるさいんですけど、トヨタはハイブリッドいっぱい売ってるんで、ちょっと他のメーカーより余裕があります、ね、なのでこういう V8 を出せるんです、自然吸気。そう、こうさ、我々の車好きにとってはたまんない1台だよ、ね、そうですね、これね、この時代に V8 だよ。 V8、 もうこの車はとにかくもう V8 ね。 IS もちろんいい車ですけど、もちろんいい車ですけど、とにかく今日は V8、これね、早速乗り行きましょうかね。こういう車はもう乗って紹介、はい、行ってみたいと思います。車選び .com ね、中古車検索サイトっていうの皆さんあんまりご存知ないみたいですよね。車選び .com しかない限定車両とかね、あります。本当に本当に調べてみて、車を買うときはね、使ってみてくださいよ。本当、車選び .com で検索。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 さあレッツゴー。はい、行きましょう。音がいいですね、うん、音いいね、やっぱさ、 V8 はいい音するよ。本当ですよね、気分いい、気分、うん、いや、欲しい。車はさ、音重要だね。もう大事ですね、うん、本当音重要、うん、まあね、EV みたいな静かなら静かでいいんですけど、うんうん、せっかく音出すならね、いい音がいいですよね。車好きは音重要よ、ね、そう、うん。S モード、はい、これエコモード、エコ、今エコですね、エコモード、はい、スポーツ S、うん、はい、で S プラス、 S プラス、はい、足硬くなる、あと、ね、足硬くなります ね、はい、足硬くなる、転生サスが入ってるんで、うんうん、足硬くなりますね。へ、その気にさせるわ。うんうんうん、うん、一人の時なんか S プラスがいいね。これそう、やっぱね、手元で変えられるといいですよね、うん、そう、一人で乗る時か、そうそうそう、誰か乗せる時かで使い分けができるのね、うん、あ、いい、なんか、まあ、やっぱ同乗者、あと子供とか家族の時はエコでいいんだけど、うんうん、一人の時はやっぱこう音もそうだし、この足の硬さもそうだし、そうですね、ちょっと楽しみたいなっていうさ、うん、しっとりしてるな、ハンドリングも。ああ、そうですか、うん、メーターいいね。メーターね、うん、そう、あ、そう、メーターの表示も変わりますもんね、 S プラスにするとね。そう、うん、レーシングカー風なイメージの、うん、ほんとそう、ね、いい、いい、よろしいんじゃないの、ちょっとこれ、うん、こういう車本当いいですね。楽しくなってくるな。うん、いいよね。うん、いい。なかなかいいぞ。うん。500馬力弱。うん、そうですね。ね。481馬力。はい、うん。パワー的にはだって全然問題ないからね。全然問題ないですね。うん、もうこれだけあればね。そう。本当そう。めっちゃいい音だ。めっちゃいいっすね。めっちゃいい音だ。めっちゃいいな。ああ、いいね。こういう車が存在することが嬉しいね。本当そうですね、うん。楽
しい。もうせっかくね、やっぱりね、車運転するんだったらこういう楽しい車でね、そう、時間を充実させたいですね。あ、本当だよ、うん、楽しい車だよ、うん、めっちゃいいよ、ね、めっちゃいい。いや、楽しいな、気持ちいい。いや、楽しいよ、めっちゃ楽しいよ。楽しいっすね。いやいいな。アクセルレスポンスめっちゃいいわ。マイクが飛んでった。いいぞこれ。ねえ、ハンドリングもめちゃいいわ。すごい。いやー、これはいいわ。いい。これはいい。ジェットコースターだよこれ。すごい。いや、全然いい車だな。いや、もうこの時代にはもう本当ね、こういうのが出てきたことは嬉しい。そう、嬉しい、本当に。めっちゃいい。いいですね。気分はもう音とかね、回転の上がり方と気分はレーシングカーですね。いや、本当そうだよ。ね。うん。本当そう。いやー、いいわ。いい。もう多くの言葉はいらないですね、この車も。いや、本当に。いやー、いいわ。IS500。素晴らしい。あ、もう今日動画これで終わりにしちゃっていいぐらいですね、もうね。車の詳しい説明いらないですよね。いい、うん。人生が楽しくなる車だよ、これ。本当に。うん。気持ちいいな、 V8 は。いいですね。いい。はい。答え。V8 はいい。いや、いいわ、これ。ねえ、いいね。これ、車重どのくらいあるの？これ、車重はですね、1720キロ。まあ、すごい軽いわけじゃないですね。うんうん、そうだね。うん。GTR ぐらいだ。GTR ぐらい。ちなみに、そう、あの、V6 よりも60キロ重いですね。それで、V8 だからね。まあそうですね。エンジンでかいし。でかい、しょうがないですね。それはしょうがない。いや、だけどハンドリングは軽いよ。ね、よくだから重い V8 エンジンをね、乗せてんのに。頭の入りがすごくいい。すごくいいですね。だから、まあ IS っていう車そもそもね、いいっていうのもありますし、うんうん、プラスやっぱしっかり作り込んでるんでしょうね。と思う。足の動きがいい。どうですか、小塚さん。いや、すごくあのハンドル軽いです。ハンドル軽い、軽いです。だから操舵力が軽いってことです。それとも車の動きが軽いってことです。あ、動きも軽いですよ、全然。動きも軽い、はい。ただ緊張しますね、やっぱ。え、土屋さんが横だから。それとも車が、もう両方ですね。両方。なるほどね。はい、しっとり感あるね。これ今エコですよね。エコ。エコで。なんか違いわかりますか、スポーツにして。なんか加速がすごい速くなりますね、やっぱりスポーツなので。なるほどね、はい。はい。これは楽しいですね。私も欲しいです。ね、楽しさだけがこの車だけがっていうのもなんだけど、楽しさあってこそのこの車だから、うん、楽しさを秘めたセダンだよ。そうですね。そう、もう楽しくなければこの車の存在意義がないですよね。うん、別にね、あの快適でよくできたセダンは世の中にいっぱいありますから、ね、いっぱいある、いっぱいある。そう、 V8 はいいよ。トルク感が ね、 いいね。うん、と音、V8 の音とやっぱトルク感は外せないわな、乗っちゃうと。そう、
どうですか、小塚さん、欲しくなっちゃいました？めっちゃ欲しいです、もう今の自分にはちょっともったいないので、はいはい、もうちょっと年を重ねて5年後、10年後、5年後、10年後、ババアになるぞなんてことをいやでもいいよ、車はもう文句なしですね。うん、そう、本当そう。いや、かっこいいですね。この車から出てきたらすごいかっこいいですよ。はい、はい、お待たせしました。ありがとうございます。車選び .com でいい車を探そう。さあ、土屋さんね、乗ってきてめちゃめちゃいい車でしたね。いや、いいよ。いい車ですね。というわけで、まあ、今日、この、車両チェックしていきましょうかね。顔もなんかやる気ある。やる気ありますね。やる気あるよ、この顔は。やる気ありますね。まあ、ちょっとエンジン見てみましょうかね、まずね。V8 だからね。うん。もう本当、今の時代しかもう拝めないよ。でも、こんなのね、もうね、ドイツメーカーやってないですからね、自然吸気 V8 なんて。ほんとそう。いいじゃん、ほら。ギュッともう、なんかでかいエンジンが乗ってるって感じの、この詰まったボンネットエンジン部分ですね。うん、最高出力、発生回転数がなんと7100回転。そう。今時7000回転でね、最高出力出すなんてないですよ。いいね。いいですよね。で、基本はまあ、ISF とかね、LC とかに乗ってる、ゴリッター V8 の 2URGSE っていうエンジンですね。で、これもともとは、ランクル系の V8 がベース、ルーツにあって、それをヤマハが開発しました。いや、それをランクルの V8 をベースにヤマハがスポーツユニットとして開発したエンジンですね。いや、いいわ。ね、かっこいい。かっこいい。F だもん。F になってる。なってますね。F になってるじゃん、ちょっとエンジン。エンジン F ね。F っす。まあ。ね、はいはい。パターンとしてみると、まず、実はね、ボンネットとかも、普通の IS350 と違うんです。この膨らみでしょ？膨らみそうですね。ボンネット、エンジンを収めるために膨らんでますね。普通のはペロンとしてるじゃん。ペロンね。ね。膨らんでますし、あと、フロントフェンダーもね、実は。違う。そうですね。より張り出してるのかな？そうだよね。張り出して、フロントフェンダーも専用品だし、あと、これね、レクサスのリリースにはね、いつか書いてないんですけど、バンパーも違うはずなんですよ。電池が50ミリ伸びてるんで、バンパーも違うはずなんですけど、これね、トヨタのリリースにはね、フロントバンパーガーニッシュとしか書いてなくて、トヨタのリリースって言っちゃって、レクサスのリリースにはね、ガーニッシュって普通この部分のことなんで、そうですね、でも50ミリ伸びてるんで、これだけが違うんじゃなくて、バンパー自体は違うと思うんですけど、50ミリ。はい。でもわかんないね。わかんないですね。うん。わかんない。今日は50ミリ伸びてる。はい。で、横に回っていくと。いいじゃん、レクサスの方ポットがあって。いいですね。うん、いいよ。で、で、アルミホイール。これね、今回の車は、ファーストエディションっていう最初のモデルなんですよ。はい。で、ファーストエディションだけはこれ、BBS 単造が入ってます。あ、そうなの？これ BBS 単造です。の、マット、ブラック塗装。はい、はい。で、ノーマルのやつは円形のホイールが入ってますね。はい。ブラックのドアミラーですね。これはファーストエディションですね。はい、かっこいいですね。いや、かっこいいよ。この辺がね、まあ前もね、アイス紹介した時にお伝えしましたけど、この辺の造形がすごい美しいですね。うまいよね。ね、マイナーチェンジでもうこの辺全部作り変えて。ああ、うまい。うまいですね。で、このね、ボンネットとかすごい手間かかってるんですよ、この。新しい技術です。あ、手間かかってる。まあ、今風のこうダックテール。あ、ダックテールね、それで。プラス、クリキも。そう、もうスープラもそうだしさ。ね ?BRZ86 もそうだし、やっぱこうダックテールで乱気流逃がしてんだよね。そうですね。そう。で、マフラーはさ、4本も出てるしさ。4本出しいいですね。ほら、みたいな。4本出し。これいいっすね。で、昔前のね、ISF 仙台モデルなんかもね、4本出し。になってますよね、これもね。あ、そうで言い忘れたけど、ブレーキもでかいです、これ。もちろん。でかいよね。そう、そうだよね。フロントがですね、うん、フロントが356ミリ、ローター。リアが
323便ですね。なんでこの、そうなんだ。ホイールいっぱいいっぱい、ね。ロタでかいんだ。ロタでかいです。ノーマル、350より強化してありますね。冷気は重要。お、これ広いじゃん、ほら。広いですね。こう。ね、広い広い。全然広いよ。こういうとこ、いろんなものなんか入れられるぞ。うん、隠し部屋。隠し部屋。隠し部屋。いやだけどこのくらい広きゃ全然、まあ、セダンとしてね問題ない。ちょっとでいつもの藤木、うん、藤木の家出を積みますか。楽勝で入る、楽勝で入りますね、うん、はい。まあ床も深いですしね。そう楽勝、楽勝、全然楽勝。こっち入りそうだ、ね、この行き、あ、これで行きましたね。結構広いんだよ。結構広いですね、うん、奥行きもあるし。そうですね。あと、あ、いいのはここ三角表示板がここ、はい、すぐ取り出せるっていう。なるほどね。はい、うん、あ、スポンって。なるほどね、はい、ただここに段差がありますね。ああ、そっか、結構あるね。15センチぐらいかな。結構な段差だね、はい。まあ、これはあのトランクに床を低くしてるからですね。うんうんうん、はい、もうそれはしょうがないですね。全然いい、いけるいける、うん、触り心地いいよ、うん、スエード。そうですね、スエード調素材ですね、うん、なんかさ、触り心地がいい。あ、ファーストエディションですか。カップホルダーいいとこについてる、これこれはいいぞ。やっぱここにないとダメよ、カップは。カップホルダーはここはダメよ。おじさんおばさん的にはもう四十肩でもこんなところ取れないから、ここだよ、やっぱり。これはいいぞ。うーん、まあ広さはクラス並みってとこですかね。まあセダンだから標準的な広さだよ。うん、まあセンタートンネルはまあ FR なんでデカめですね。そう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 。いやだけどいいよ、足元もさ、シートの下につま先入るし、はい、結構楽。あ、なるほど、うん、姿勢は良さそうですね、パッと見た。姿勢全然いいよ、うん、うん、生まれつきいいから。なるほど、分かりました。さあ、じゃあ運転席。運転席視認性いいね。うん、あのね、この高さが邪魔してない。あー、なるほど。そう、このモニターの高さ全然邪魔してない。ボンネットの高さより低いから、うんうん、視認性はすごくいい。これがあの、いつでもね、うん、IS の画面ってあのマイナーチェンジ後はタッチパネルになってますね。なのでちょっと手前に来てですね、はいはい、足折りも、うん、俺はこのカチカチが好きなんだよね。いいね、この時計がなんか落ち着く。これもおしゃれですね、なんか。ああ、なるほどね。IS500 ね。ファーストエディション。これ空調のね、うん、これは上下はね、この、これで、触って、タッチで。あ、なるほどね。そう。はいはいはい。ゆっくり動かしたり、こう、スッと。ああ、いいんじゃないの、ちょっと。ああ、おしゃれ、おしゃれ。これはちょっとなかなか珍しいね。いや、おしゃれ。それでタッチスイッチですね。とってもおしゃれ。はい、で、あの、ドライブモード切り替えます。これね。ね、ダイヤル動かす。これいいよ。ね、うん、うん、このダイヤルでコンフォート、スポーツ、スポーツプラス、これはね、うん、前見てて触れるから操作できるから、これは操作しやすい。いや、居心地いいよ、ね、うん、あとはやっぱメーターですね、この F はね。メーターかっこいいね。かっこいいですね、これ、動くんですよ、うん、メーターかっこいいよ、すごい動く、うん、子供が喜ぶ、ね、うん、いいですね。いいね、いいね。で、表示としてはこれ、いろいろあるんですが、対空気圧が出たり、うん、それから、ギアポジションが出たり、うん、まあ、あの燃費とか出ますし、はいはい、あとは、こっちにした時だと、うん、G モニターも出てますね。なんか、綺麗な絵になってますね、今ね。ほんだね、あの。素晴らしいドライバーが出てますからね。本当だね。綺麗な円ができてますね。なかなかいいんじゃないの、ちょっと。メーター、そうですね。あの、あれですか、エンジンかけていただいていいですか。はいはい。で、あのメーターで走行モード変えて、これね、メーターの違いもやっておきますか。うん。いい音するな、V8。メーターの色が変わる、ほら。ね。S プラスにすると、もうレーシングカップ。そう、ね。エコだとおとなしめ。スポーツにするとなんかこう、ちょっと、見てあげるぞみたいな。スポーツ S プラス。で、これの、あの、高回転になるとね、あの、オレンジになりますからね。ああ、そっか。いや、その気にさせる。あ、ここね、ここで操作できるってのはいいな。うん、すごくいい。
あとこの車ファーストエディションの特徴言っておくと、はい、ところどころに木目が入ってます。うん、ステアリング、それからドアのドアハンドルとかね、はいはい、そうなんだ。そうですね、あともこの辺のね、こう、うん、ありますけど、これなんかちょっと競技車っぽいです。はいはい、モデルっぽいです、まあ、反射を抑える、うん、そうだね、いいんじゃないの、うん、ね、はい、という感じでした。これでいくら？900万円。それはしょうがないね。それはしょうがない。900万円ですね。それはしょうがない。ファーストエディションが900万円で、うん、他のノーマルモデルだと850万円。50万円安くなります。いや、ファーストモデルの方がいいよ。いや、全然いいって。ね。その乗り心地もそうだし、ハンドリングもそうだしさ、音もそうだし。やっぱファーストエディションの方が、乗っちゃうとね。あ、でもね、違うんですよ。乗り味は一緒なんです。ファーストエディションだと内装の仕立てとか違うんですよ。あ、そう。内装の仕立てと、あとホイールがあるんですね。うん、BBS の。ああ、なるほど、ね。それがファーストエディションですね。そういうことか。そう。あの、走りに関しては。一緒。一緒にしてます。うん。50万円違う。まあ、ただね、もう全部売り切れてると思うんで。あ、そう。ええ、買えないと思います、多分。なんだでも、車選び .com なんで、こう、中古車検索をずっとやっててもらえば、いつか出てくる。ああ、なるほどね。はい、じゃあそれを出てくるまで楽しみにしてましょう。楽しみにしましょう。はい。あ、音聞きます。あとエンジン音今排気音のエンジン音、エンジン音後ろでノーマルから行きますか。いい音。エコでも全然いい音。というわけでした。エコとあんま変わんないんだけど。いやでもやっぱ V8 だからさ、いい音する。そうですね。いい音しますね。あ、で、まあ、これ、やっぱり、V8、とにもかくにも V8 ですけど、やっぱり思うのは、こう、もう、ヨーロッパメーカーはね、V8 の自然吸気も大変だよね。スポーツカーで作れなくなっちゃった、ね。そうだよね。みんなターボでね、排気量としてダウンサイジングターボになっちゃってるんで、そうそうそう、まあ、貴重な存在だなと。いや、もちろんそうだよ。この時代に V8 を出してくれるっていうのは、なかなかないよ。ないですね。いい時代にこう生まれたね、我々は。まあ最後ギリギリこれ乗れる。多分ね、もう次はトヨタレクサスこんなエンジン新規開発もうしませんから、こうほらあとこれね、作り続けられるだけというか、売れる間だけ売って、もうこういう車は永遠になくなってしまいます。はい、貴重品だよ。貴重品。そうですね、買える人はぜひ買っといた方がいいです。あとはもう毎日検索。そう、車選びと毎日検索なんか出てこないかなって。そうですね。はい。なかなか出さねえだろうね。ね。ということで、テキサス IS500 でした。よかったらいいねをしてください。登録もお願いします。なんか一言ぐらい感想いかが？あ、感想。感想。感想すごくあの滑らかで、うん、あのやっぱ高級感があって、中では運転しててもあの、マフラーの音すごかったので、これは楽しいかな。ぜひ乗っていただきたいですということです。はい、はい。